僕がちょっと疑問に思うのは、このクラスターが起きてるのに、どうしてまたそのスポーツ大会をやろうって言ってんのかなっていう。大会をそこまでする理由って何だろう、何だろうなっていう。もし分かる方は教えてください。スポーツ大会をそこまでしてやる、開催するのは、スポーツやりたい人の権利を守るためなのでは。ああ、なるほどね。3年引退試合になるので、進学するにあたって決められてるっていうのもある。あくまで個人的、僕から見れば、そのスポーツのやりたい人の権利を守るためとか、その3年引退試合になるので、とかっていう理由で、その大会を実施しないといけない、開かないといけない理由にはならないと思いますよ。どうしても、開催せんならん理由にはならんってことです。その権利とか、3年引退試合になるとか、なんかそういう理由っていうのはどうしてもっていう、なんか、気持ちわかりますよ。気持ちわかるんだけど、今ね、そのいろいろ、おっしゃられてますけど、それ見ても、なんでやるがかなっていう、その、思いは変わんないわけよ。僕の考えは変わんないわけよ。なんでやるがかなっていう。だから理由教えてくださいよ、もっと。もっと、ちゃんとした理由教えてください。権利とか、引退試合とかそういうのじゃなくて。例えば、その大会やらないと、誰かが死ぬとかね。なんかそういうのだったら、わかるんやけど、なんかそういうような理由って、ないよねっていう。ちゃんと いただきましたけど、どうしてもやらない。このコロナ禍で、で、クラスター出たのに、やらないといけない、その理由って何なのって、ちょっと本当に教えてほしい。県の中学校のその、体育連盟の方、教えてほしい。なんでやるのっていう。なんでやろうとしてんのって。クラスター起きたんにって。クラスター起きました。で、その大会やるよって言ったら、不安があると思うよ。大会に出る方とか、その方の、中学生ね。その中学生の親御さんとかね。なんかあんまりいい気持ちせんと思うけど。